Where there is light, shadows lurk and fear reigns. Yet by the blade of knights, mankind was given hope. なんだよやっぱやめないお前なんだよまだビビってんのかよお前女が暗闇に隠れて男を覗いていていい男を見つけたらその場で襲って食っちゃう食われてない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 よそれもうちょっと待ってよでもさ噂があるからここ誰も来ないんだろだから穴場なのそうまさにレグイ大体お前なんか誰も狙わねえっつぞうるさいなすげえおい今のおばさんがそうだったりしていや無理無理無理あなんだよ荷物忘れてきちゃったよお前何やってんのどうしよう知らねえよ自分で取ってこいよあれあんなとこに街灯あったっけまだ許せるでも顔が長すぎるわ無理無理絶対無理痛みはないまずは仮面の男の正体を突き止めることだお前の胸に刻印を残せるほどのなおおゴンザあ、甲賀様おめでとうございます
今日からは元老院付きの魔界騎士でございますね。別に何が変わるわけでもない。ただ忙しくなるだけの厄介な話さ。おなんだカオル、お前も甲賀の出世が嬉しいのか。カオル、甲賀様、このお魚にカオル様のお名前を。俺じゃない、ザルバが勝手につけただけだ。早くお会いになれるとよろしいのですが。行ってくる。行ってらっしゃいませ、うん、いい絵ですね。これがこの絵の太刀で完成されたら素晴らしいものになりますよ。ありがとうございます。でもこれファンタジーですよね。はい。だったらこの鳥、はい、これもっと幻想的というか不思議な生き物の方がいいかな。不思議な生き物？うん、例えば。それは美月先生が考えなきゃ。はい。まだ時間ありますからね、ゆっくりやりましょう。はい。美月先生。ごめんなさい。ページ数はですね、24ページを考えてるんです。はい、それでお願いします。ようこそ元老院へ。冴島公が、あなたがここに来るのを心待ちにしていました。失礼します。魔界奉仕のレオです。公が、彼は若いがなかなかの腕を持つ奉仕です。必ずやあなたの力になりましょう。よろしくお願いします。甲賀さん。許せ、昨夜何者かが俺を襲った。で、そいつの腕に甲賀は傷を残した。そいつを確かめたのさ。僕は白ですか、それとも黒。よろしく頼む。はい。レオ、あなたの発明品を見せてあげなさい。発明品ですか。こいつは合流じゃないか。驚いたな、合流を発明したのはお前さんだったのか。合流の発明によって魔界奉仕でもホラーを封じることが可能になりました。これは偉大な発明です。小物のホラーに限りますけどね。それにこの顔が気に入りません。可愛くなくて。顔は能力に関係ない。合流は大きな発明だ。嬉しいです。冴島公が、新たなる指令です。いるわけないか。ロコソよ、ギャリギャリコーチラヤラサ。
誰？ガッカマロメオ、イザリオサーレクワーズ。遅かったようだな、甲賀。ここは昔処刑場だった土地だ。首を切られて死んでいった人間たちの恨みの血が染み込んでいる。何がゲートになっても不思議はないぜ。女に憑依したホラーだな。こいつはステーキにでもして食ったのか？触覚か腕か、かなりの熱を持っている。動きもかなり俊敏だ。こいつは相当怪力だぞ。ザルバ、こっちはまだ食われていない。連れ去られたようだ。連れ去る？ただの大食いホラーではなさそうだな。光だ。光の中に奴は消えた。頼むぞ。不思議な生き物か。空飛ぶ猫、空飛ぶトカゲ、空飛ぶぞ。カオルがどうやら突き止めたようだな。なんか嫌な予感する。帰ろ。あなたももうすぐね。手遅れだ、甲賀。ホラーの目的は何だ？さあな、保存食か。
あそこだな。どうしたカオル、おじけづいたのか。これは話は後だ。ここはお前と再会する場所じゃない。ごめん。行け。分かった。血は喧嘩か。ムカつく。目も鼻も口元もどれも最高。でも完璧すぎて面白みがない。一緒にいたら疲れる顔ね。コレクションには不足か。そうだね。お前はただの餌だ。私が笑みを浮かべれば男はみんな私に夢中。まるで明かりに群がる蛾みたいに。でも醜い蛾は大嫌い。醜いのは貴様だ。おいおい、お前のことだ。この私が醜い。この私のどこが醜い。私は輝いている。光に逃れても無駄だ。もう大丈夫、行こう。それが貴様の本当の姿だ。どこが醜い。私は美しい。光の中から一緒。その正体か。足が4本か。こいつは予想がつかなかったぜ。正面には隙がない。
後ろを取るまでだ。なんか言って。いい絵だ。甲賀が帰ってきたら見てもらいたくて。それでね、この絵を見てくれた人がね、私に絵本を描かないかって。絵本？そう、この絵には物語があるんですよって言ったら、すぐに話が決まったの。そうか。甲賀？どんな物語なんだ？実はまだ全部考えてなくて。でも甲賀の顔見たら最後まで描けそうな気がしてきた。お前なら描ける。うん。絵本が完成したらね、一番最初に甲賀に見てもらうから。ああ、約束だよ。分かった。